どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。さて、今日発表していくのはいわき市の秘密の釣り場アトップ3です。Shall we go? ナンバー3の発表です。ナンバー3、ナコソ火力発電所の裏。見て、この場所絶対秘密だよ。言うなよ、絶対言うなよ。発電所周り、一般人は寄りつきません。そんな穴場のスポットです。続いてナンバー2はこちらです。ナンバー2、長崎港でございます。こちらのエリアも地元民しか近寄りません。港には小さな貝や海苔、昆布なんかがね流れ着いていて、お魚の餌がいっぱいです。そしてはい、あるナンバーワンはこちらです。ナンバーワン、久野浜港です。私ね、ここに来てびっくりしちゃった。だって海がすっごく綺麗で、お魚が丸見えなの。お魚がどこに隠れてるかなからのスタートじゃなくて、餌がちゃんとあるかなからのスタートじゃなくて、いやそこにいるじゃんからのスタートなんだよ。そうそう、あのお山の下らへんにいっぱいいるんだよね。絶対言うなよ。はい、というわけで今日発表したのはいわき市の秘密の釣り場トップ3でした。絶対に言うなよ。